東京オリンピック、サーフィン日本代表の前田真那。サーフィン日本代表は、波乗りジャパンの愛称で知られています。日本人の両親を持ち、数多くの有名サーファーを輩出してきたハワイで生まれ育ちました。ジュニア時代には WSL、ISA ともに世界タイトルを獲得した。東京五輪に日本代表として出場するため、2018年に国籍を日本に変更しました。第2回ジャパンオープンオブサーフィンで優勝して2021年 ISA ワールドサーフィンゲームス WSG に出場し、東京五輪の出場枠も獲得した。現在のコーチはロス・ウィリアムス氏。これまでに元ワールドチャンピオンのバートン・リンチやマーク・アッケセンなどを指導した経験もある名コーチである。また、ビッグウェーブのスポットとして知られているポルトガル・ナザレに2015年に挑戦をした。あの巨大なサイズのナザレでサーフィンした中では最年少の女性だとも言われている。オアフ島ノースショアのサンセットビーチで育ち、4歳の頃にサーフィンを始める。当時はゴーグルと腕の浮き輪をして、騒いで楽しみながら海に出ていたそうです。キッズ向けの大会も多く開催されるハワイで、ごく自然に地元の大会に出るようになり、10歳の時に出場したノースショアのキッズコンテストで優勝。この優勝を経験したことによって彼女の中で大きな夢を持つようになりました。世界で一番のサーファーになりたいとプロサーファーを目指すようになった。幼い時からサーフィンを始めたこともあり、ジュニア時代から世界トップレベルに上り詰め、ISA のワールドジュニアアンダー16ガールズでは2013年、2014年と2連覇。WSL も2014年にワールドジュニアのタイトルを獲得、同年の CT トラッセルズ戦にワイルドカードで出場。2015年には QS6000 で優勝、CT のフィジー戦にワイルドカードで出場。その年にキャリア最高のランキング11位となり、以後毎年 CT クオリファイに近いポジションを維持している。順調にランキングを伸ばしていたが、スランプの時期を経験することになる。プロサーフィン界における世界最高峰のリーグは、WSL の組織する、チャンピオンシップツアー、CT。ここで年間成績が1位となるとその年のワールドチャンピオンの称号が与えられる。女子は年間17名のみが参加を許され、このツアーに参戦するには各国で開催される予選リーグ、クオリファイングシリーズ、QS でポイントを稼ぎ世界ランキングを上げる必要がある。ジュニアで輝かしい成績を残した前田選手は、2015年、17歳の時にこの QS で世界11位となり、チャンピオンシップツアー入り目前まで迫った。来年こそと周囲は大きな期待を寄せていた。そんな期待を一身に背負った2016年の最終ランキングは22位。翌2017年は29位。いつの間にか試合で見かけることも減り、ジュニア世界女王はその影を徐々に潜めていった。18歳、19歳と多感な時期を迎えた前田選手はスランプに陥っていたのでした。そこで前田選手がトレーニングに取り入れたのが、柔術です。当時のことを前田選手は、プライベートで色々と嫌なことが重なってバーンアウトした。もうサーフィンやりたくないと思って、1年試合に出ないことにしたのと話している。その間、前田の精神的な支えとなったのが、ヨガと武術を組み合わせたブラジリアン柔術ジナステカナチュラルとその師匠キット・ペリグロ氏だ。試合から離れた前田は、この柔術に打ち込みインストラクター資格まで取得。後の前田の選手生命を大きく支えることになる強靭な体幹と師匠という精神的支柱をここで手にした。この師匠と柔術との出会いが前田選手の大きな支えになり、2018年、20歳の時に半年でサーフィンの世界に復帰を果たしました。この年の途中に前田選手は登録国籍を変更します。両親の生まれ育った、日本のために戦う、と日本人選手としてサーフィンをすることに決めたのです。世界で活躍するためには、周囲からのサポートをどれだけ得られるかが重要です。特にサーフィンのような個人競技では、そこが非常に求められるのです。強豪ひしめくハワイで育った前田は、その重要さと同時に難しさも人一倍感じていたからこその選択だったのでしょう。新たに日本の旗をまとってサーフィンの世界に戻ってきた前田は、2018年のシーズン後半にかけて徐々に調子を取り戻していき、QS 最終ランキングは14位。日本人女子最上位となり、翌2019年の世界選手権に日本代表として出場しました。アジア1位となれば五輪の暫定出場権を獲得できるこの年の世界選手権で、前田選手は惜しくもアジア2位という結果に。その座をジャパンオープン初代女王の松田詩野に譲る形になりました。五輪出場の最後の望みを、翌年に託すこととなった。
だが、2020年コロナウイルスの影響で多くの大会や試合が中止となる事態に。五輪を決める選考会すらも延期となった。最後の切符をつかむには、ジャパンオープンでの優勝が第一条件。ようやくジャパンオープンの11月開催が決まり、コロナ禍でハワイに戻っていた前田は日本に向かった。このジャパンオープンで初戦から快進撃を続けた。序盤からハイペースで攻め、高得点を連発し、一度も負けずに決勝戦に進出。並み居る強豪を抑えてこの大会を制し、五輪への望みをつなぎ、そして2021年に行われた世界選手権で五輪への切符をつかんだのだ。たくさんの苦労や苦難を乗り越えてたどり着いた五輪への思いは強いものがあるでしょう。だからこそ、五輪でのさらなる活躍、メダル獲得に期待をしてしまいます。ご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。